こんにちは、川根義彦です。今回は20代で成功したいなら成功者に会おうというテーマで話していきます。あなたはどんな成功者を、どんな人物だと思い描いていますか？つまり成功の定義って人それぞれ違うので、成功者って言っても人それぞれ違うんですよね。例えば巨万の富を持っている人が成功者だと思っている人もいれば、フリーな時間、ストレスフリーな時間を持っていて、毎日朝何時に起きるとか、何時に寝るとか特に決めてなくて自由気ままに生きてる人が、そういった自由な人が成功者って思える人もいますよね。またものすごく健康で、病気知らずでもう10年以上風邪もひいてない、何も病気をしてないっていう、そういった健康体を持っている人が成功者っていうふうに思っている人もいます。ですので、こういった人それぞれ成功の定義というものは違うので、成功者、自分が思う理想の人物、そういったものをやはり明確化して、そしてそういった人を見つけるってことがすごい重要になってきます。で、特に20代大学生、学生のうちから、そして社会人ですよね、社会人になりたて、そして、会社員だったらサラリーマンで結構仕事に慣れてくると思うんですけども、そういった20代の前半から後半っていうのは非常にいろんなものを刺激を受けるし、いろんなことを吸収しやすいんですよ。それはやはり自分の好きなことを身につけるすごいいい期間でもあるし、または本当に浪費、違う動画で話しましたけども、その自分のやりたい方向じゃなくて、もう時間とお金の無駄遣いですよね。そういうことをしてしまうと本当にこの成功、自分が望む人生の成功から遠ざかってしまう。ですので自分の成功者像、自分の理想のライフスタイルというものをもっと明確化する。ライフスタイルをもっと明確化して、そして、それに向かうと。それに向かった行動を続けるってことがすごい重要になります。なので、まずは20代。僕もいろんな成功者に会ってきましたけども、やはりこの成功者に出会うということで、かなり人生は変わってきます。成功者に会うと、どういう人が僕、自分には魅力的に思うんだとか、どういう人に近づいていきたいんだとか、どういった成功者が自分は、なりたくて、どういう理想的な未来を手に入れたいんだということがより明確になってくる。なので実際に出会う、そして話すということをしてほしいと思っています。で、成功者に会うのはいろんな、本だとか、講演会とか異業種交流会とか、いろいろ場所にありますけども、そういった、要するに成功者が集まりやすいところですね。そういったところにまず足を運ぶというところからやっていただければ、自分に合った人物っていうものは、少なからず、100人中1人はいると思います。僕も学生時代にいろんな成功者に会ってインタビューをしてたんですけども、その時にかなり、一番すごいなと思ったのは、人前で100人とか300人とか、1000人とか、人前でこう堂々とスピーキングですよね。話せる。そういった成功者にすごく憧れました。なので、僕はその時は人見知りで、こうやって目の前で話すことはできなかったんですけども、やはりそういった成功者を理想の人物として掲げたんで、そこから逆算して自分は何が足りないのか、どういうことが足りなくて、成功者にはどういうところが秀でているのか、優れているのか、ということを明確化して、それを一歩一歩クリアしていったんですね。そうしていったら、何百人の前でも自分の思いというものを堂々と主張することができて、プレゼンテーションということができましたし、あと実際に、テレビの生放送とかで、収録ですね、テレビのスタジオで、自分のパフォーマンスというものをフルに発揮したりということが無理なくできるようになったんです。それも結局は20代のうちにこの成功者ですね、20代のうちに思い描いた成功者に多く出会っていた、多くの成功者に出会って多くの成功者から学んでいたというところが原点となっています。
今回は20代で成功したいなら成功者に会おうというテーマで話しました。この動画がいいと思いましたら、チャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。また、下の動画欄、下の概要欄ですね。概要欄から、僕の出版した本の電子書籍版をダウンロードできますので、そちらもご覧いただければと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。また違う動画でお会いしましょう。